アメリカ陸軍工兵司令部、アメリカ陸軍工兵隊、アメリカ陸軍工兵隊は、アメリカ合衆国政府の機関の一つであり、下記の業務を含むエンジニアリングを行う。工兵隊には34,600名の軍属と650名の軍人が務めている。通常は工兵隊と呼ばれる。工兵隊の歴史は1775年のアメリカ独立戦争時、 大陸会議がリチャード・グリドリーを最初の議師長に任命した時に始まった。その最初の任務はボストン市に近いバンカーヒルの防御船を作る子であった。工兵隊としてはフランスを類16世に仕えていた中からジョージ・ワシントンに雇用されたフランス人技士で大半が構成されていた。1802年、工兵隊はウエストポイントに駐在することとなり、アメリカでは 最初の陸軍士官学校を作った。大陸会議は1775年6月16日、大陸軍の議士長を創設することを承認した。これは、ジョージ・ワシントンが大陸軍の最高司令官に任命された翌日にあたる。公平隊としては1779年3月11日に大陸会議に承認された。 現在の形の陸軍工兵隊となったのは1802年3月16日であり、時の大統領トーマス・ジェファーソンは工兵隊を組織として設立する。この兵団はニューヨーク州ウエストポイントに駐在し陸軍士官学校を建設することを承認した。陸軍士官学校は1866年まで工兵隊の指導下にあった。1812年の米英戦争後、 ニューオーリンズの要塞化をはじめとして、アメリカ合衆国の河川工事に関わることは、公兵隊の管轄となった。1838年7月4日に承認された、地理工学兵団は士官のみで構成されており、東大など連邦政府の土木工事について、地図作り設計及び施行を任された。この士官の中には、南北戦争で活躍したジョージ・ミードがいた。 死リ公兵隊は1863年に公兵隊に合併された。公兵隊が担当した顕著な建造物としては、連邦政府予算がつかなくなった1838年までのカンバーランド道路、高さ555フィート小1、8インチのワシントン、記念塔、トマス・リンカーン、C の監督と指揮によって1888年に完成。 主要な水力発電プロジェクト、ペンタゴンの計画と建設、及び原子爆弾のマンハッタイ計画がある。ミシシッピ大洪水など災害時の応急的土木工事も公平体の責任範囲となった。ニューオーリンズはこの事例である。1965年のハリケーン、ベッチで市街地の大部分の洪水被害を受けたニューオーリンズでは連邦指令により、 洪水防止法に規定される堤防の設計と建設に対する責任ある唯一の部局となっている。現在の陸軍工平隊の司令官県議士長はトーマス・ピーボスティック中将である。歴代の司令官県議士長は英語を参照。司令部は工平隊内の組織について政策と手引き及び計画の方向性を定義する。事務局と17名の参謀で構成されている。 ワシントン DC にある司令部は他の公平隊組織のすべてについて政策と計画と今後の方向を作る。公平隊司令部の特務総長はロバート A ・ウィンゼン・リードである。公平隊司令部副司令官として二人が参謀本部の活動を監督し、司令官にかかる重い責任を分担する。公平隊司令部副司令官は次の二人である。 軍事的計画と土木工事の支配人として二人が指名されている。支配人は次の二人である。公兵隊には地域的に分かれた八つの部と二つの暫定的な手段及び暫定的地区がある。これらは土木工事プロジェクトの分水会で区分されているものと、軍事プロジェクトの政治的協会で区分されているものがある。以下の手段と区域がある。 公兵隊の主要な任務の一つは、1972年の水質汚脱防止法、別名清水法第404条に基づく、湿地帯許容プログラムの管理である。この法律は、陸軍長官に春節物と、埋め立て物の陶器に認可を発行する権を与えた。1899年の河川港湾法第10条、アメリカ合衆国法典では、 第33章第403条は、合衆国の航行可能な水域に関する、公平体の権限を定めた。航行可能な水域とは、アメリカ合衆国の航行可能な水域とは、使用の緩慢のある水域及び現在利用されている、水域、あるいは過去に利用されていた水域、あるいは習慣、または外国との商業取引に利用される可能性がある、水域として定義され、 公平体は、航行可能な水域にかける橋の免許や布団及び海岸線の保守に関して広い実行権限を有している。公平体が発行する3種類の認可がある。国全体、地域固有及び個別である。発行される認可の80%は国全体にかかるものであり、連邦広報で出版されるような一般的な形の行動を含んでいる。 国全体の認可を得るためには、申請者は、地域の公平体事務所に、その意図、形式と影響する量、及び、地域の地図をつけた、申請書を送るだけでよい。国全体の手続きは大変簡単であるが、工事開始前に、公平体の承認を得なければならない。個別の認可は0.5エーカーより、大きな開発プロジェクトには必要とされている。工学研究開発センターは、 公平隊の研究開発部門である。7つの研究室がある。次のような研究を支援する。公平隊には他にもいくつかの主要な組織がある。アメリカ合衆国議会の中には、公平隊の活動方法に改革が必要と考えている者がいる。ジョン・マケイン上院議員や、ラスファイン・ゴールド上院議員は、水資源開発法に2つの修正を提案している。一つは、 公平隊の計画から設計、建設までのプロジェクトに独立した調査を入れることである。もう一つは三つの国家的優先順位に従って公平隊のプロジェクトをランク付けすることである。三つの国家的優先順位とは洪水や嵐の損害を減らすこと、公開術及び自然環境の保護である。2007年8月、ファインゴールド上院議員は 公兵体の仕事のやり方を十分には変えていないとて、水資源法案の成立を阻止した。2007年3月、ニューオーリンズ市は、ハリケーン、カトリーナで、堤防が決壊し洪水になったことに、大使公兵体に770億ドルの損害賠償請求を行った。この請求額のうち、公共施設の損害に対しては10億ドルだけであり、 残りは結果として生じた産業の損失と死の損なわれたイメージに対するものである。公平司令部は1928年の洪水防止法によって潔白であると主張しているが、2007年2月、地方裁判所は公開術を含む場合にこの法は適用されないと判断した。今日までに公平隊ニューオーリンズ支所には34,500件の個別の苦情が寄せられており、 ニューオーリンズ市のものに加えて、現在は破産した電力会社エンタジーニューオーリンズやニューオーリンズ下水道のものも含まれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。